皆さん、こんにちは。ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日はペリカンのカッタ君ということについて少し話したいと思います。私知らなかったんですけれども、なんかそういう漫画、映画があるみたいですね。カッタ君っていう人工に孵化させたペリカンがいて、日本の西の方の動物園で飼育員の方がですね、愛情を込めて卵から孵化させて、で成長させていくという、そういうストーリーなんですけれども、このカッタ君ですね、カッタ、カルカッタから取った名前らしいですね。ペリカンの国というとカルカッタらしいです。カルカッタ、インドでしたか、あれ、バングラデシュ、まあ、あっちの方ですね。そのカッタ君なんですけれども、まあ、いろんなエピソードがあるんですけれども、私がなるほどなと思って聞いてたのが一つあって、自分の子供にですね、魚を取ってくるんですね。で、子供だからその魚そのまま食べられないんですけれども、カッタ君はその魚をこうそのままあげようとするわけですね。その子供に魚をあげたいっていう行為は、そこにはその愛着関係成立しているんです。けれども、こう噛み砕いて、こう細かくしてあげるっていうことができない。そこはカッタ君の経験不足でできないところなんですね。で、カッタ君は飼育員の方とこう密に接して愛情をもらって育ってきたから、その愛着関係はどうやって作ればいいかというのは知ってるわけです。だから自分の子供にも魚をこうあげるんですけれども、もう一つそれを細かくしてあげるという、そのペリカン界の、ペリカンの世界の常識がちょっとね、ずれてるカッタ君なんですね。でも、愛着は持ってる。まあ、どこかで聞いた話ですけれども、人間世界でいうと飛躍児の方のような感じですね。自分の子供には愛着向けられるんだけれど、ちょっと普段の行動がちょっと常識とずれたことをやってしまうという、経験不足ということを前、ちょっと前の YouTube で話しましたが、それと同じことをカッタ君もやっているのかなと思いました。で、そのこっち、緑亀なんですけれども、このカッタ君の話を伺ったのは、飛脚児の方で、その人が小さい頃からね、小さい頃ミドリガメをもらったらしいんですけれど、そのミドリガメ小さい時で育ててたらこんなに大きくなったって言って、私はミドリガメとかは育てられるんですけれども、猫はどうなのかなっていう話をされていました。猫飼ってみたいけれど、なんか大丈夫かな、ふわふわした感じ大丈夫かなっておっしゃるんですね。その飛脚の方というのは、飛脚っていうのは虐待を受けて育った方ということですけれど、飛脚の人は肌の感覚が非常にこう怖いんですね。ふわふわした感覚、普通の人はふわふわした感覚心地いいんですよ。あったかいし綿みたいな感じで。でも飛脚の人はそれが怖いという人もいらっしゃって、前にハリネズミ飼ってらっしゃった方いましたね。ハリネズミなんですよ。で、その方は、ね、猫も飼ってたんですけれども、
やっぱりハリネズミなんですね。ハリネズミがふわふわしてないですよね。ハリですからね。でもまあ、そうやってちょっと肌感覚から遠いところで、ちょっと距離取りながら、味を感じながら育てていくっていうのが、まあ一つの、その人たちのね、人生の作り方なんだと思います。悪くないと思うんですね。いいと思いますよ。で、まあその方には、まあ帰ったら猫もいいんでしょうかみたいな話はしておきましたけれども、今日はそのカッタ君とその話をしていただいた方の、ペット、ミドリガメの話をしました。両方ともその愛着ということについて深い、なんか思いっていうんですかね、そういうものがこう込められた話だったのではないかと思います。それや心理カウンセリングセンターの高間でした。